スノーマン新曲、エンパイア、メガボルトが自身最速3000万回再生わずか10日間で達成。9人組グループ、スノーマンの新曲、エンパイア、読みエンパイアのミュージックビデオ、が、公開からわずか10日間で3000万回再生を突破した。スノーマン史上最速での3000万回再生達成となった。今作は、10月30日にリリースされる4枚目のフルアルバムレースのリードトラックで、モーツァルトの名曲、交響曲第25番と単調を大胆にサンプリングした、スタイリッシュかつエッジーな楽曲。クラシックの荘厳さと現代的なダンスビートが融合されたサウンドに乗せ、メンバーの強い意志を掲げた、スノーマンの新境地を切り開く一曲となっている。メガボルトはスペイン・バルセロナで撮影され、総勢62人での大迫力のダンスなど壮大な世界観が話題になっている。オフィシャル TikTok では、バルセロナで撮影されたダンスシーンが投稿されるなど、抜群なロケーションでの撮影の様子が伺える投稿がされている。